時間がないけどシワのケアなどをしたい、そこのあなた、朝でもできるこのシワケア方法を今日紹介したいと思います。こんにちは、ゆぶいです。今日はもう本当に時間がない方用の動画を撮りたいんで、普段僕が朝やってる人通りの流れをスススッとやるんで、これを見ながらぜひ一緒に、それから覚えて毎朝やっていただけたらいいんじゃないかと思うんで、一緒にやりましょう。顔を洗っていきます。まず化粧水を塗ります。ハンドプッシュしてますよ。水分を浮かせて食いまでつけますから、僕がいい感じでね、プッシングしたらもうね、ニベアをごっそりね、ごっそりいきますよ。こう全体的にいったら、首まで軽くいったら、もうすぐここの顎下をゴリゴリ、これ20秒やります。痛いです。痛いけど結構まあまあ強めにやってます。そんな強くないかな軽くやってます。で、大体20秒ぐらいやったんで、いつもほうれい線とか目の下のシワの時に、このこうやって外に広げる動きをやるんで、もう指、この中指と薬指全体でこうやって伸ばします。これも20秒こうやってやります。ほうれい線からこめかみに、目の下も指全体でもっと上にこうやって持ってっちゃってます。20秒ぐらいこうやるぐらいなんで、こすってるっていうよりはね、なんだろうな、クリームをこう塗りたぐってる感じですかね。したら今度おでこにこうやってグリ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 って、ここでグリグリグリ20秒いきます。こんなんです。結構ね、今まだ20秒まだ1分ぐらいですから、時間がない朝でもね、1分ぐらい作れるかな、こんな感じですか。そしたら今度ここの耳下腺っていう耳の下のところに、ここをこうやって当ててグリグリする。だいたいね、自分の薬指のここが当たるようにここグリグリします。中指でもいいですよ。中指で20秒間一緒にグリグリで、グリグリ。ここは顔のね、このリンパ、老廃物とかをこう下に流すのに、ここが詰まってると下に流れづらいんで、ここは結構ね、柔らかいとすごいいいですね。グリグリグリやってあげて、でやったら今度は首を下にね、下に伸ばす。これも20秒。これやっぱこの前側のこの後頚筋っていうね、首の筋肉すごい固まりやすいんで、皆さん多分ね、固まってると思うんで、ここが柔らかいとさらに流れるんでしょう。こんな感じで時間がない時でもサササッとできるんで、僕は朝はこれをやって、夜は結構入念にその自分の気になるところをやってあげるっていうのが僕は結構おすすめなんで、ぜひこれをやって綺麗なあなたになってください。このようにアピアランス TV では、今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいっていう思いで動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。